からってね、相手、最初の自然がいない。大丈夫、手加減してくれるらしいから。本当ですか？ちゃんと言ってた。あの、立たないようにしてくれるって言った。ごめん、そうだ、カットで、カット。届いたよ今。Thank you.
知恵やん。いや、どこに来たの。いや、なんか本当ですか。なんか、もう、あそこカバンに通してとりあえず、ちょっと向こうと知らないな、あの二人だけな。白髪まじりの人じゃん。ハゲする。そうそうそう。大会なくするぞ。緑の結構見えてます。
ちゃうと思う。プレッシャーだよ。ユーマさんは聞いてないから。めっちゃプレッシャーなくなる。ようやのシロールだけでも。でもやんなくても、そこはレベル行くから。いいボール行っとるよ。これね、冷静です。これ入っとるからね、今。さっきまたってこれだった。嫌いしないよ、なんていうのかな、そういう感じじゃない、なんかちょっと違うんだって、僕が思いつかむと、あーなんかブシッてくるからこのシャフトのこういうんじゃなくてさ、ガットでグッと掴んでのあれじゃない、ガットはやっぱ緩めの方がいい、そういうのだから僕プレートさんが20とか、まあエフレーザーとかだね、あー自分プレートだったら24号だけど、今使ったのバーサスだね、どうなの？わかんない。今度僕は 80S 買おうかなと思ってたの。80S？ ジョブレードの。ああ。新しいカラーですし。本当に。あっちのあるでしょ、なんか青と黒。そうそうそう。ガットが、ああ。ああ、どうかな。
望む、望むに来てないの。一回助けに来たの。一回、一回変えたんだっけ。そう。あれちょっと厳しいな。初任務。打ってる感じがなかったんだ。初任務。たまにさ、誰か医療とか貼ったりとか、だから貼ったやつ打つけどさ、ミクロ俺結構好きだけど、柔らかいけど、結構そんなこと弾いてくれる感じがある。ペズロのしなりみたいな感じですか。ペズロの感じのしなりですか。練習になったら硬いやついいかもしれない。あの硬いとか引きつけて押し込むとか、ただジオブレイク戻すと一気に受ける打ちやすくなる。本当に今の打ち方でさ、QS 使うとやっぱ使ってない。使ってないよ。明日も、まあ、試合前だから使わんかったけど、明日の火曜日、火曜日火曜日でも野球に行く。そう、あれ聞いたんですか。聞いた聞いた。ハゼミ君と分かったの。あー、ナイスボール。聞いてたんじゃないかと思ったけど、一応匠病気に許可もらえたらといいじゃないの。あ、ね、仕事したいのかなんじゃんだから、大丈夫じゃない、まあね、全然全然、俺は大丈夫、バイトだし。だから、匠君はちょっとわからんかもって言ったけど、でも来るのは来るから。ミクちゃんも来るでしょ。ミクちゃん来ないよ。来ないよ。ミクちゃん来ないよ。来ないよ。本当に。ただ、お金とかも。打ちゃったらあとミスない、ミスなんかあった。いやでも、そもそもフォアはもう文句ない。女の子も文句ない。粘りを制するには試合を制する。ワンチャイボール。
ったの？入ったの？主審判を含め知り合いばっかって審判猫メビだし知らない子3人しかいない